ゼロから始めるヘアカット専門学校第7回を始めます。名前の通りナンバー0から一つずつクリアしていくとカットができるようにという企画です。前回がオーバーダイレクション、引いて切ることによって段が入り、あとは骨格の影響も受けやすくなってくるということをやったんですけど、今回はそれを一番骨格の影響を受けやすいここですね、この辺、この辺りを使ってちょっとやってみたいと思います。まずは一回全部切ってみますね。この短いところとここで、こっち側はここに向かって引いて切ってみます。次、反対側ですね。今度は骨格に合わせて舞い上がりでつなげていきます。はい、左側は
この位置に引いて切ってるんですけど、こう引いて切ることによってこの骨格こう丸くここのこうえぐれてるんですけど、これの影響を受けやすくなって、ここが結構えぐれた感じになるんですけど、反対側はこの一番短いところは同じ長さなんですけど、ここからえぐれてるというよりもちょっとこう丸い感じでつながってるんですね。こっち側はそのまま骨格に合わせて引いたところで、この短いところに合うようにこうちょっとつなげていってるので、左側はそれを無視して全部こう前の方に向かって引いて合わせて切ってるので、ちょっとこの辺りに段が入るのと骨格の影響を受けやすくて、反対側はちょっとえぐれた感じなんですけど、こっちは丸い感じでつながります。なのでこういう骨格の影響を受けやすいところ、こういうところとかこういうところとか、まあこういうところ、そのあたりとかは引いてラインを作っていくのか、下ろしたところでハサミの角度で作っていくのか、どっちがいいのかっていうのをこれでちょっと考えれるようになったと思うので、覚えておいてください。ではまた明日。